今帰ってきましたけど、ダメだ。ちょっとお昼のお弁当の残りと今おむすびを1個買ってきまして、でこれふんわりシフォンケーキ、これをちょっと夕飯で食べて、消化にいいのか、どうでもいいや。で薬飲んでちょっと熱上がりますよ。いやーフラフラだ。ちま、父ちゃんね、お熱があるの。今熱測ったらですね、37度2分。うん、微熱ですね。微熱だけどもうダメだ、動けない。そんなに熱があったら俺は死んじゃう、無理だな。ちま、ちょっとね、今日お風呂明日でいい。ちま、今こたつ片付けない量あった、クソ寒い。ちょっとパジャマに着替えてこれを食べて薬飲んで寝ますよ。もう、うわやばい、風邪じゃねえよな。なあ、本日の宴はおむすびとお昼のお弁当の残りです。いらないぐらい、クソ寒いな。ちま、今鳥肌すごいっすよ。風邪じゃないだろうな。風邪だったらな、俺が学生だったら明日休めるな、ちまっちょ。小学生の時は風邪ひくのが楽しみだったよ。よし、ほんでこのシフォンにチマニョンの薬をくるんで飲ませよう。しょうがない、手抜きでごめんな。チマ、治ったら宴をしようね。いやーひどい。今2時なんですよ。2時間おきに目が覚めるんですけど、腹痛は何にもなくなりましたね。ただ風邪の症状がすごいですよ。手のひらと足の裏、顔ボカボカしちゃってて、風邪みたいな症状があって、咳まで出始めちゃった。いやマジか、風邪か。おい、風邪か、食あたりじゃなくて。ちょっと風邪薬を飲んで寝てみようかな。ただ寝てるともう腰と肩がクソ痛いんですよ。参ったな、何なんだろう。これ食あたりってこんなんでした。今2時だもんな。暑いと寒いは交互に来ますよ。おはようございます。結局2時間に一遍目が覚めちゃうんですよ。痛くて、熱は下がったっぽいな、手が熱くない。その代わり体中はすごい筋肉痛ですわ。なんか知らないけど筋肉痛のような痛みがすごい。この全身のこのだるさ、あと咳すると頭に頭痛のズキーンっていうのが走るな。あら、ちまっちょ。昨日結局お風呂入れられないっけな。